皆さんこんばんは、 MK です。マリオラビッツキングダムバトルパート68やっていきましょう。今回も前回に引き続きクリア後の要素を進めていきたいと思います。究極のチャレンジ1からですね。そう、前回この究極のチャレンジ全ての敵を倒せやったんですけども、まあラビッツマリオがやられてしまってクリアできなかったんですよ。ということで今回はラビッツマリオの代わりにピーチを入れてやっていきたいと思います。多分ね、体力500以上がまずないと絶対もう耐えられなくて、かつ回復ソースもあった方がやっぱこの敵の数だとやりやすいと思うんですよ。でこれでクリアできなかったらパワー重視でヨッシーにね変えていきたいと思います。よーし、じゃあ行きますよ。まずはパワーブーストを使いまして、こっからどうするかだよな。どんな戦いが待っているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こっちに行って、いやちょっと待てよ、まずはこれか、ミリーを使って一体誰かを倒そう。サンディしか倒せないか。え、これさ、あー無理なんだね。ラビッツパックンは倒せないので、サンディをまあ一発ミリーで倒しとく。いや右か、ちょっと待てよ、ブワリオの攻撃を、あー微妙だな、ブワルイージをこのターンで倒さないんだったら、うわどうしよう、ありなんだよな、ブワルイージを攻撃して、いやでもダメだダメだ、サンディ倒します。サンディってシールドとか打ってくるんで、これ先にやっとかないと後で大変になるわ。ということでサンディあそこ左側倒しまして、今度はマリオ、いや待てよ、先にジャンプ先にしたいのでラビッツピーチを連れていきましょう。この辺でいいかな。でシールドも一応貼っておきまして、ジャンプして、あでもブリージーはどうせ倒せないのか。ブリージー次のターン倒すとしたら、ちょっと待てよ、ピーチチームジャンプでどこまでいける、あーこの辺か。ブワリオとブワルイージにゼブラなんとかを打って、でその後マリオで、あーどうしようかな、待て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 、落ち着け。これさ悩みどころが、ちょ待て待て、ゼブラブームが536からでしょ。まあブワリオだったら536食らわせれる。でその後残ったところを、いや無理なんだよな、ちょっと待て、マリオだったら、はい、陽光炉ゴージャスが638からで、スライディング130でしょ。スライディングしてからさ638だから、まあワンチャン倒せるよね。スライディング入れてブワリオを倒しに行くっていうのはありだな。ブワリオ倒すか、ここで。で、さ、あー迷うね、めちゃくちゃ迷うね。ちょっと待て、ブワリオと、わかった、ブリージー倒そう。だとしたらラビッツピーチをまずこっちまで連れてって、ここ、はい、でゼブラブームを打ってブワリオにも多少ダメージが入るんだったらそれで結構助かるんですけど、どうでしょうか、入らないか。まあカラベラはちょっと入んないよね。じゃあとりあえずここをゼブラブームドッカンで、おお、ファイヤー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 あ、ブワリオ下がっちゃった、ちょっと待て、あー待て、落ち着け落ち着け落ち着け、予想外のことが起こってしまった。エレガントアイとりあえず使っとくけれど、これ予想外のこと起こっちゃったね。ブワリオが下行っちゃったんですよ。ミスったなマジで。これブワリオ、ブワリオ捨てるか、こっち行ってサンディ倒す、ありだな。よし、そうしよう。ちょっとマリオは一旦右でサンディを倒しちゃってください。はい、ゴージャス使ってドッカンと、これで次のターンやられることは多分ないと思いますけど、どうでしょうか。やられたらまあまあまあそれはしょうがないね。はい、ワンワン、ラビッツパックンをハニーにしてはくれるんですけど、まあハニー状態って言ってもラビッツパックンはあの爆弾で攻撃してくるタイプなので、攻撃はねマリオとかラビッツピーチに当たるかと思います。はい、敵のターンがやってきて攻撃はするよね。はい、まあっと待て待て、あんまり奥行かない方がいいよマリオ。はい、ここ、あーたた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 、オッケーオッケー、ラビッツピーチはそこでよし。カラベラがここから、はい、マリオに攻撃100、お来た、エレガントアイドカン、素晴らしい、541、今結構でかくないか。そしてはい、爆弾食らってブワリオ、ブワルイージが何もできない、あやべ、あーっとやらかしてるね。これはまあしゃあない、240食らいます。え待て、あ大丈夫かな、ボルケーノクイーンの攻撃がさ、あーよかったよかったよかった。でもさ、ブワリオの攻撃入るんだよこれ、耐えるよね、85、これ耐えれるよな、大丈夫だよな。うわ
パークヒーローサイト。落ち着け。あのヒーローサイト食らっちゃうな、マリオを動かすと。先にヒーローサイトを吸わないといけないので、落ち着け落ち着け落ち着け。まずまずまず、チームジャンプを入れ、ラビッツピーチじゃ届いてないのか、そっちまで。ヒーリングを本当は入れたいんだけど、ヒーリングまでは無理か、このターンじゃ。いや、もう奥の手を使うんだったら、ラビッツピーチをここまで連れてきて、ラビッツピーチでチームジャンプし、あ、ピーチでチームジャンプして、無理やりヒーリングの、いやダメなんだ。そっか、マリオを動かしちゃダメなんだ。あ、マリオを連れてくればいいのか。ピーチを動かしてから、オッケー。こう来て、チームジャンプでまず回復。で、回復するんだけど、これさ、上着地でもマリオ回復入ってるよね。ちょっと待って。オッケー入ってる。言うてな、ここの着地だと、次のターン、クッパジュニアにやられるのは、ラビッツピーチになるな。先にラビッツピーチをスライディングで動かして、もうここまで連れてくるわ。しゃあない。ラビッツピーチでヒーローサイト吸います。ダークヒーローサイト吸います。はい。これである程度は食らっちゃう。それはしゃあなし。スライディングで、お、うん、なんだなんだ、おっと、あ、ヒーローサイトか。びっくりした。あ、やばい。氷を一回と、うわ、もうまたこれ余計なのが入ったよ。氷を一回取らないといけないんですけども、もうヒーローサイトは来ない。うーわ、届か。絶妙にうまく噛み合わないな。ピーチで、スライディングした後、チームジャンプで、まあ、マジか。うわ、絶妙に噛み合ってない。本当はピーチの回復もマリオにかけたかった。こう来て、こう来て、こっからだったら、とりあえず、ゼブラブームがどっちにも入るんで、一旦ここだな、しゃあない。スライディングからのチームジャンプ。はい、ここに来ます。回復する。で、ゼブラブームを、ここで打っといて、まあ、ある程度のダメージを与えましょうと。はい、ゼブラブーム、ドッカン、オッケー。324、結構でかいんじゃない？そしたら今度、ここで、マリオを、うわ、これさ、ここなんだよね、結局ね。これさ、あ、動けば、そっか、ヒーローサイト入るからなんとかなるかも。スライディング、で、ここでしょ？で、ここ来たら、ヒーローサイトを打っといて、はい。で、ラビッツピーチの回復を打って、まず全員回復。これでマリオが、まあ、413、こんなもんか。パーティーブレーカーで、パーティーブレーカーでこいつ動かしてヒーローサイトダブルで入れれば、倒せるよな。さすがに倒せる。オッケー。あ、間違えた！またパーティー、わ、オッケー！あ、だったらオッケー、ナイスー。今、普通にラビッツピーチの攻撃が、ラビッツマリオの攻撃だと思ってた。これで、プワルイーチ倒したよね。オッケー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 。で、マリオの溶鉱炉が誰に入る？カラベラ入んない。うわ、カラベラ倒しきりたかったな。できればな。ブリージー、ヴァンパイア入るか。これ撃つか。はい。溶鉱炉撃ってヴァンパイア入れます。はい。これで、いいかな。プロテクト撃っとくのありだな。あり。よし、プロテクト撃っといて、これで終了だな。いや、でもどうだろう。ちょっと微妙な気もしてる。あ、ここダブルワンワンで倒せる。待って、うわ、あと、ブワル、そこブワリオ行くんだ。はい、ここ噛んで、120、45。あいつ、何もしなくてもワンワンで倒してくれそうだな。あー、そんな移動すんの？じゃあダメだ。うーわ、うま。ちょっと待って。これさ、あー、オッケーオッケー。マリオ集中攻撃だけマジでやめてほしい。マリオだけ集中攻撃されたら、このターンで諦めざるを得ない可能性がありますが、はい、ラビッツ、おっと、いやー、そんな移動するか。ちょっと待って。あー、うまいこと利用されてるって。これ、プロテクトかけてなかったらワンチャンあったぞ。で、ここ、マグネットダンスだけど、はい、届かない。それさ、何発撃てんの？ずるくないか？で、ボル系のクイーンもやっぱりマリオをちゃんと狙ってきて、ブワー。今、順番狂ってたら危なかったね。オッケー！ナイスー。ブワリオの攻撃無効か。そして、ブリージーの攻撃はラビッツピーチに入ります。で、ヒーローサイトは使ってくると。なるほど。まずエレガントアイ使うの確定で、これさ、うわ、やってるわ、これマジで。ちょっとやってる。これさ、ピーチ動けないんですよ、こっから。ほら。これ、クッパジュニアがこの位置にいる限り、ピーチ動けないのね。
うわやられた、やられた、やられました。どうします、これやられたんですけど、もう撃つしかないから。いやでも撃ったら攻撃来るんだよなこれ。うわやられたピーチ、ちょっと待てピーチやられてる、どうしよう。動かせばいいのか、攻撃して。うーわもうなんでそんなことが起こるの。ここでやってるじゃん完全に。ちょっと待って、溶鉱炉、これカラベラ、くっそカラベラ倒したいんだよな。パワーブーストもったいないから吐きます。でミリー、これいけるよな。ミリーをちょっと待って、カラベラ撃てば倒せる、ここ撃てばラビッツパックンと、待ってその手前でいいんだか、手前、ちょちょ待って待って、これでラビッツパックン倒してボルケーノクイーンも結構食らう。うわーマジか。いやでもさ、ちょっと待って、まずマリオだわ。マリオでこれスライディングは、ちなみに、あ入るね、スライディング入れてチームジャンプで、ここからクッパジュニア攻撃すればピーチ動けるようになるよね。うわでもこれ先に、あーやらかしてるマジで。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ブリージーのダークヒーローサイトを吸わないといけないんだ。くっそマジか、ピーチ動けないの、何そんなのがありえていいのか。スライディング入れて、こっちもスライディング、いや全員入るじゃん、全員スライディング入れて、でラビッツピーチの攻撃をクッパジュニアに打つしかないんだな、もうそういうことだな。オッケー分かった。はい、じゃあここまでラビッツピーチ動かして、これで、はい、いい、アイスはいい、あれアイス食らってないか。スライディングで、ここもスライディング、スライディング、オッケーいいよ。ラビッツパックンあと20か、倒しきりたいな。でこれクッパジュニアに攻撃すればこっちに寄ってくるはずなんですよ。はい、ドンで寄ってこいよクッパジュニア、こっちだって、オッケー、ナイス。なんだ、ああれか、オッケー、はい、あ戻って、ちょっとやっべ、あナイスナイス、ピーチ動いた、よしよし。うわでも264は結構食らったな。ピーチ回復させてあげたいんだけど、ピーチを回復させるにはチームジャンプをしないといけないから、マリオ、マリオそっちまで行け、うわギリギリ届いてなさそう。ここだったらピーチ届いてんのこれ。あれ今どこだった、マリオ、マリオこれ届いてないよね。ここのブロックの右端だから、こう来て、ここのブロック、うわ届いてない、また絶妙に合わないんだよこれが。ピーチ後ろか、一回ここの辺まで来ればさ誰の攻撃も受けなくて済むよね。でブワルイ、ブワリオ、こうわブワリオ来るかなこっちに。ちょっと待って、ピーチの体力が怪しすぎ、うーわもうなんだよなんだ、全然うまくいかない。案外この辺の方がいいのか。ちょっと待て、ちょっと待て、ピーチ、ピーチこのターンやられたらまずい。なる、ワンワンなんだよな、ここってワンワン来ないよな、大丈夫だよな。待って、先に攻撃したいんだけどさ、爆撃、これ食らってる、危ねえ、これ自分で食らってる。うわまたこれクッパジュニア来るもん、こっちにクッパジュニアの移動範囲は、あ来る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 、全然来る。ここだわ、いろいろ考えた末この辺だと思う。ピーチはこのターンやられるわけにいかないから、ただ攻撃したいんだったらこっちなんだよ。でもこっちだとさすがにさ、ブワリオ攻撃してくるよな、ブワリオなんだよ。まあもういいや、ここだ、どっちも取るわ。 MK さんピーチここまで移動して、ゼブラブーム当たんねえから爆竹ここ入れて、待て爆竹の前にマリオか、マリオで、あー無理、あーそうなるのね、そうなるんだ、はい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 、そうなるんだ。だとしたらこのターンはスライディングだけ入れて、くっそマジか、何もうまくいってないね。これさファイヤーでこいつ倒せるよな、そうしよっか、スライディング入れてここに来てハンマー打てば倒せるよな、どっちも溶鉱炉、そうだよな、もうそれでここダブルで倒すのがいいと思う。よし、マリオここ来てスライディングでパワーブースト入ってるんでゴージャス使えばどっちも倒せる。ただ問題はちょっとファイヤー、おっと、ファイヤー当たってないか、よかった、あれ、おびっくりした。ボルケーノクイーンも倒しました。でこっからなんだよね、爆竹を入れるかどうか、入れてファイヤーでこっち来られたら終わる。もうでも撃つわ、遠く行ってくれ、
ほらファイヤーで、あーこっちか、うーわ近づいてきたよあいつもここさブワリオの攻撃食らうな、マジでマジで、ここブワリオの攻撃食らったら終わる。これワリオオッケー、あーとインク、ナイス、ワンワンありがとう、ワンワンのインクが入ったワリオに、あれはでかすぎる。ちょっと待て、やった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 、そして待て、これ大丈夫だよな、カラベラそっから、えこれラビッツピーチ耐えれる、全部耐えれるよね、ラビッツピーチの攻撃が耐えれるか耐えれないかがちょっと怖いんだけど、さすがに大丈夫だと思ってる。やっぱ大丈夫だよな、これぐらい大丈夫だよな、ミリーぐらい耐えれるよね。あミリー食らってない、あよかったよかったよかった、でパやーべあいつパワーブーストした、パワーブーストじゃない間違えとヒーローサイトした、うーっとこれ、あーダークヒーローサイトあるよね、85だったらやられないけど、ゼブラブ、あーもうマジか、うわマジか、またこれうまくやってんな。マリオでこっち来て、ピーチ、ダークヒーローサイトを吸いたい、あれインク、いや出るよな、ダークヒーローサイトってインク関係あるよな、この辺まで来ればさ、さすがにさ攻撃してからしよう、溶鉱炉で、うーわまたこれちょうど倒せないしね、これダークヒーローサイト食らうか、 85？ いや待って、これクリティカルかなんかでまた大変なことになるんだって。こいつのは何、ヒップドロップアイスか、いやでもこの後ろのハテナが怖すぎる、このハテナでなんかさバウンスとかでさごちゃごちゃになる気がする。いやまあチャレンジだからやられてもいいっちゃいいんだけど、やられないに越したことないんだよな。これさラビッツピーチをさ少しでも近づけてさ、ミリーで倒せないか、これミリーでブワルイージなんとかならない、ブワリオよ、ここ届かないかな、ちょっとやるよ、やるしかないから。スライディングを入れれる分入れます、ここ入れて、あ待てよ、ここ通ればいける、いやでもさこれさこいつの近くまで、はあマジか、これどうやっても食らうのかな、待って考えることが多すぎる、待ってここでとりあえず、うわーなんだそれは、ここで2体倒す、ちょっと待て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 、これ慎重にやるぞ、これさブワリオ攻撃当たんねえんだろこっからじゃ、マリオじゃどうやってもダークヒーローサイトを吸えるかどうかっつう話なんだよ、溶鉱炉じゃそいつも倒しきれないし、いやでももうこれ攻めるしかないわ、ちょっとラビッツピーチダークヒーローサイト食らうけど攻めよう、でこう来てここでこの辺に待機してもらって、うわこれミリー大丈夫だよな、さすがに大丈夫だよな、待ってこれまっすぐ移動しないと怖いか、ミリーかすってさミリーに攻撃来たら終わる、ダメだ、一旦このターンは回復に振ろう、あダークヒーローサイト入ってない、くっ、あ待ってそっち効いてない、あっ108、ダークヒーローサイト入んなよ、あーぶーねあーぶーねあーぶーね、ちょっと待って危なすぎる、これであーでもそうだよな、あーそうだよな、まだ回復できないんだピーチ、ラビッツピーチ、これパーティーブレーカーで、ちょっと待ってこれ分かった、ミリーで一旦ここ全員倒すわ、いや待ってブワ、いやダメだ、こっち全員倒しますミリーで、はいもう一体でも数減らすのが一番いいと思う、はいオッケー、いいよ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 、はいこれで2体倒した、あとカラベラ2体とクッパジュニアとブワリオだけか、これでチームジャンプしてブワリオの攻撃のヘイトをなんとかピーチで吸わないといけない、ワンワンの範囲に入っちゃいけないから、うわこの辺か、この辺だな、一旦吸おうヘイト、うわさあま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 あ、まあ、それも怖かったんだよな、もうでもしょうがないごちゃごちゃ言っても、でマリオでもヘイト稼ぐ、待て待て待て、スライマリオはこれ1体倒しに行く、いや倒せないのか、あ270に倒せる、そいつどうにかできない、あドカンと、くわうまくいかないもんだね全てにおいてね、溶鉱炉が、あ手前のそいつだったら入るか、クッパジュニアかそっちにするかって感じ、クッパジュニアはかまんなくていいと思う、待ってあとまだ6ターンあるんだろう、もうダメ、ここでさ焦ってさ、どうせあと4体なんだよ、焦る必要ないと思う、いいわ行くわ、
チームジャンプでもうこの辺まで寄って、ワンワンこっち来れないよね、ここワンワン来れないよな、大丈夫だよな、まあ、この辺だったら来るような気もするけど、こっちちょっとヘイトずらすよ、ワンワンのワンワンのヘイ、でもワンワンこれブワリオに行くよな、どう考えても。いやそれがまたわかんねえのがこのゲームなんだよ、なんか謎の判定入るんだって、怖すぎるマジで。で陽光炉はもう打てないからターン終了、どうなる、はいワンワンのターン、ここではいワンワンこっち来る、はいワンワン移動する、オッケー、インクナイスー、でこいつもワンワン、はい、ブワリオ食らう、173でしょ、これインクの状態でもさ、ダークヒーローサイトって出ると思ってるんだけど合ってる、あやべ、あぶね、あぶね、あぶね、ちょっとからから終わっちゃ、やめと、やめてやめて、何もしないで何もしないで何もしないで、ミリやめて来ないで、マジかー、守ったのに。でもさ、5ターンあったらさ、残り倒せるか。ワンチャン。もうやるしかねえか。うわー、ピーチやられた。もうこれやられること前提だろ。わかったよ。わかったわかった。うわ、スライディング入んねんかい。スライディングそこ入んねんかい。パーティー、ちょっと待って。ちょっと待って。うんと。入んない。こう移動、ま、一旦解除だな。うーわ、マジヒーローサイト使って、まあまあクリアできりゃいっちゃいいんだけどさ、できれば全員残ってほしかったな。こいつをパーティー、あーまたこれ絶妙な場所にカラベラがいるんだよ。奥のカラベラは今のターンじゃどうしようもない。まあこの辺100、あこの辺だとさあれな、怖いんだよな。ちょっと待て、ワンワン来るな、ワンワン来るな。ここか。ここで、陽光炉か。はい。チームジャンプして、陽光炉を、そっち打っても当たんないから、ちょっとでもカラベラにダメージ与えます。おい！オッケー！クリティカルナイス！で、ヒーローサイトが入ります。ドッカン！倒しきった！もう一発か！はい、ドッカン！オッケー！カラベラ倒した。で。待てよ。クッパジュニアがそこ、あと3体でしょ？パーティーブレーカーで、これ、どうしようかな。どうすかな、これチームじゃ、はい、あ、スライディング入ってんな。スライディング一発入れて、こっち来て、カラベラの方、いや、これもう身を守るっていう意味では、もうこの辺で待機だと思う。もうここで攻める必要ないから、はい、100食らわせて、で、次のターン、ワンワンで、ブワリオがやられてくれれば、それでよし。よし、ターン終了。これ、ブワリオやられないか、ワンワンで。1体でもワンワン行ったらもういけるんだけど。どう？あ、いい、それはいい、それはいいわ。そこの、ナイス !75 章、オッケー、ブワリを倒してくれた。あと2体、クッパジュニアとカラベラ、いけるよ。大丈夫。ボタンもあればなんとかなる。あっ、ちょっと、あぶねえ、あぶねえ、ミリーでしょ。オッケーオッケー、いい、それはいい、それはいい。で、ここでラビッツピーチ、カラベラ倒しに行った方がいいな。言うてこのターン、ミリーだったらいけるか。できるだけ近づいて、もうこれミリーでカラベラ倒しに行きます。はい。オッケー。で、あとこれでクッパジュニアだけだから、クッパジュニアの攻撃をうまくかわしてれば、なんとかなる。よし。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。で、マリオがこのターンで、やられないように、うわ、またこれ。ちょっと、先に打つか。先にここ打って、パンチできないから、ゴージャス食らわないっしょ。パワーブースト入れます。パワーブースト入れて、で、陽光炉。はい。ドカン、ドカン、オッケー。692。めちゃくちゃ食らうやん。で、ワンワンからも離れて、ミリーにも当たらないように一番後ろ。もうこれを繰り返して、あと勝とう。シールド貼んなくてもいいけど、貼っといて。よし。うーわ、もう、こんなギリギリな勝負になんの。やばくない？こんななると思ってなかったんですけども。はい、ワンワンが、まあ、どうでもいいんだよな、ここはな。あ、待って。相手のミリーっていうか、ボムタンクがさ、来るよね。あー、でも全然大丈夫。オッケー、クッパジュニアそこ行って、はい、ミリーもう一発出してくる。やっぱ、そんなあんの？で、これ、上からの攻撃でさ、ワンチャン倒しきれないか、このターンで。はい、パーティーブレーカー一発、これクリティカルが出てほしい、出ない。289でしょ？あと相手が147。
これミリー食らったとしてもいけるから、よし、こう、おーっと、食らうよね、そうだよね、135食らっても陽光炉で倒してしまいましょう。ドン、オッケー。うわ、むず。まあまあまあ、これ究極のチャレンジだから、まあピーチやられてもいいからね。よし、クリア。いや、むずすぎ、むずすぎ。ちょっとビビってる。究極のチャレンジ1でこれでしょ。まだ2と3と4あるんだよね。そんなことある？まだ2と3と4あるんでしょ。お、武器追加。ちょっと待て、ちょっと待て。これ強い武器なんじゃないの？さすがに。究極のチャレンジが終わってからの武器ってことはさ、最強の武器手に入ってるんじゃないでしょうか。できればマリオの武器がいいけど、どうだろう、ちょっとそこは見に行きましょうか。はい、じゃあまずはヒーローベースに行って、今ゲットした武器を見たいと思います。わ、こっからなんだ。ピーチ城からだと思ってしまいましたが、ヒーローベースがそこ。これ X ボタンでピーチ城の周りでも開けるようにしてくれてたら嬉しいんですけどね。あ、サブが新しいの来てる？うお！来た！え、サイバーハンマー。これが一番強いのか。はい、じゃあこちら買っていきましょう。装備して、サブ全員、あ、来てるね。ピーチ、あれ？ない。メインウェポンが、あ、これ一番いい。で、ラビッツ・ルイージのメインウェポン、お、一番新しいやつ。じゃあ、ファイヤーか、ん？ 100、あ、これしかないのか。あ、中ボスに有利がついてんのか。で、ルイージの、お、メインウェポン、新しいやつが来てないね。あ、これはあれか、アミーボ装備でゲットしたやつか。ちょっとびっくりマーク消しておかないとややこしいな。お、ラビッツマリオ来てないね。アミーボ装備のびっくりマークを消しておきましょう。サブウェポンが、おお、いや、あーか、これはないか。あー、これもじゃああれだわ、アミーボ装備のやつだ。お、いいんじゃない、中ボスに有利。よし、じゃあこちらつけまして、ヨッシーは、あー、来てない。ちょっと待てよ、ラビッツヨッシーメインウェポン、お、中ボスに有利が入ってんのか。よし、じゃあこれも買います。うわ、お金いっぱい残しといてよかった。よし、オッケー。そしたら、この新しい武器を引っ提げて、次回ワールド2の、究極のチャレンジですね。いやー、ちょっと1の時点でこんなむずいんだったらさ、2はめちゃくちゃやばいと思います。とりあえず入り口の開放まではやっておきましょうか。シャーベット砂漠到着しまして、この辺の、あれどうするんだったっけ？あれ？まだやってないか？ワールド2の究極のチャレンジの入り口。あ、これだ。ここ壊して、台座をどっかから滑らしてくるのか？こう来た。あ、これか。はい、こう、こう、おーおー、結構いくね。こう来て、こう来て、こう、こうの、こうと。よし、オッケー。で、スイッチを押せば大砲が出てきますと。よし、じゃあ次回はこの先の究極のチャレンジにやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。